ハンドランド、右下の、このお試し探検パスみたいなのは、これ、最初、初めて3日以内かな？チュートリアルクリア後。こちら160円で買えるみたいな感じになってますね。本来だったら、こちら480円ぐらいかかるのかな？ね、ダイヤとか。このゲームね、本当スタミナがいるんですよね。あ、でもダイヤこっちは減ってますね。お試しなんでね。どうです皆さん、この探検応援パス。7日480円。約、まあ、4日で4416、4波32、2000円ぐらいですね。1ヶ月。これ、でも結構キッズの人とか、ちっちゃい子とかもいると思うんですよね。もっとなんか手軽な、なんかスタミナ回復のやつがあったら、みんなが課金して、なんか多くの人が課金して支え合うみたいな感じになると思うんですよね。結構これ160とかだったら買いやすいですよね、すごくね。で、ちょっと課金してみようかと思ってます。私、これ。結構いいと思いますよ、これ。初めて7日間50。でもこれね、本当はサービス開始当初始めたら、もうこれなんか、最初の7日160円のやつ、できてたみたいですけどね。なんか運営さんが配った。まあ、他にも色々ありますけどね、こんな感じにね。なんかこの辺だったかな？どれだったかな？ 24 時間とか。なんか1000円のやつがめちゃめちゃ良かったんですけどね。どこに行ったかな？おすすめの初心者、あ、このびっくりマークを押したら、なんか色々見れますからね。なんかね、どれがいいのかありすぎてわかんないですよね。どれ買っていいのかとかね。お、何これ、リリース記念チーム強化パックとか。なんかすごいのが来てるね。あ、でもこれ1回限りか。なんかパスが結構いいと思うんですよ。あ、これか、これこれ。初心者応援キャラ特訓パスみたいな感じ。これもね、なんか7日間ね、このコインとこの UC、これがもらえるんですよね。これもなかなかいいですよね。あと、ダイヤが50ってもらえるってことは、ダイヤ毎日50もらえる。スタミナって50で回復できるんですよ。だから、実質これ7日間スタミナも51日もらえるみたいな感じですよ、これ。スタミナ回復あるじゃないですか。今9ですけど、このスタミナ、ディグルでちょっとスタミナ足りなかったら見てください。ダイヤね、50で回復できるんですよ。ただね、これ2回目になると100になって、3回目になると150とか上がっていくんですよ、どんどんスタミナ。だから1日スタミナダイヤで2回ぐらい回復して100とか私やってますね。50と100で150ダイヤなんか毎回消費してる。でなんか LINE でねやったらね、なんかスタミナ送り合えるみたいなんですけどね、これ LINE やってない人とかスタミナ課金する気なくなりますよね、正直。私ちょっと1回だけこっちのガチャのやつ、こっちスタミナ課金しますけどね。だからこの LINE で送り合うとか、LINE やってない人も、なんかスタミナが手に入るようにしてもらわないと、この辺ちょっと、なんか課金する気がなくなっちゃいますよね。ちょっと課金者の方を大事にしてほしいっていうのが正直ありますけどね。まあでも今後どうなってるかわかりませんけど。ちょっと購入してみましょうか。こちら、購入しました。手続きを。これ1回限りですね。おー、ダイヤ、優勝80。プレゼント。だからこの毎回毎日毎日このプレゼントが届くみたいな感じですね。で、あ、これ、あれだ、29日とか、そんな感じになるんだね、上のところ。これ下のやつは違いますからね、常夏島と秘密の番人ログインボーナスで入手しましたですからね。あ、だから今すぐ使わなくても、あと29日だから毎日受け取って、いざという時のために貯めておくってこともできますね。あ、これはいいこと知った。これちょっと貯めとこうかな。なんか、この辺なんかイベントが始まった時とか、緊急のなんかレイドとかあるかもしれないじゃないですか。この辺とか。で、1日1回ガチャを引くっていうのも大事ですね、これ。ちょっと私も引いた後なんですけど、1日1回ガチャを引く。まあ、あとは、なんかデイリーをやるみたいな感じですね、毎日。デイリーは、この、チームのところの、こちらですね。なんかデイリーというところ。これ、レベルアップ1回したらスタミナが30もらえます、皆さん。で他にもなんかいろいろもらえたんですよ。なんかデイリーって書いてあるところは、1回やった方がいいです。で、あと、無制限って書いてあるところは、自分の好きなタイミングでもらえるから、ちょっと取っとくみたいな。ダンジョン2-7をクリア、スタミナ50もらえるんですけどね。あと、期間限定ミッションも、ちょっとやっていくみたいな感じですかね。
で私ちょっとじゃあこの常夏島の最後のこれ多分私勝てると思うんですよね。あ、それと皆さんこのチームあるじゃないですか、こちら左上お気に入り登録っていうのがあるんです。これねお気に入りね多分ね弱いやつにしておいた方がいいと思います。で使うパーティーは強いみたいな、こっちを使うとか、これはあれなんです、ワールドで私今ペガサスにしてるんです。これ見てください、ペガサス単品こちら。これねなんか決闘したらなんか相手に報酬が与えるみたいな感じになるみたいなんですよね。相手になんか経験値の賞をね配ってあげるみたいな感じで、なんかねこの弱いやつお気に入りで入れとったらいいと思います。あと見た目もなんかかっこよくなりますしね、これはペガサスだけど。例えばあ10回復しましたね。ちなみに私今結構やってるんですよ、こんな感じにストーリーのですね、こんな感じですね。まあ今後のね課金はまたね考えますあのいろいろ3の5ちょっとやってみましょうか。でちゃんと下に出ますかね。でこの32ですね、アンデッドタウンっていうところで、私今チームレベルが39とかですね。これやってみますか。怖いな、でも実況で撮るのあれだから。あまりストーリーは進めなくて、今雲を晴らしてるんですよね。雲全部晴らしたいなって。サービス開始からやっとけばよかったな。オートにしてるけど、そろそろオートきつくなってきたぞ。一旦レベルの差があるから強いでしょ。でもちょっとキャラのレベルとか見せればよかったな。本当はね、なんか賢さとかも探索する場合は上げた方がいいと思うんだけど、ストーリーはその辺は気にしないで一気にやってる。防御上げたりとか。おお、いいね、ちゃんといい感じに使ってる。牛さんとかもめちゃめちゃなんか強そうな感じで、なんかバフかかってる。これ防御ダウンみたいな感じかなそこで使うのはもったいないな今のは。これちょっとボス戦前なんですけど、これちょっとね手動に戻ります。あー今使うなって、溜まるまでこうやって待つこんな感じ、てんてんてんってやったらね詰まないんですよ。でちゃんとオッケーオッケー、溜まったね。そろそろ溜まったかな、いいかなって思ったくらいに行きます。真ん中の2人が溜まったから。親分キャサリンですね。いけ、体当たり、そこでオッケー、一気にやった。うわ2人強いな、こっちから倒した方がいいんじゃね、この2体。なんか嫌な予感がするんだけど、大丈夫、当たってねえぞ。ほら、なんか毒みたいなの。オッケーオッケー。ナイスナイス。ちょっとやばいよ。オッケー。ザコを倒したのがでかい。毒みたいなやつか。また召喚してくるのか。オヤボン倒すしかないか。こんな感じに。でもこれストーリーもスタミナ、負けた場合もスタミナ消費するんですよね。負けた場合はスタミナ消費しなかったら気軽にできるんですけどね。結構このゲームはねスタミナゲーですね。ただでもこの課金してもらってなんか運営さんも利益を上げないといけないからね、そのバランスが難しいですよね。あ、これですね、あの72時間限定お助けパック4販売中。多分ねなんかどっかクリアしたらなんか出てくるんですよ、このこっちの方が。あ、これ3の5だったのかな。でまあこんな感じにストーリーもなんか一応あるんですよ、ちっちゃいやつが。可愛い子が今出てる。おお、なんとかアーノルドとか出てきたね。この女の子可愛いよ、メアリー。スティーブが生み出したですって。ってでどんどんなんか進めていってマップが広がるみたいな。まあ、そろそろやめとこうかな。33とか。まあなんか有利属性とかもあるみたいですけどね。私まあ光しかないんでね。であとは、あ、今ゼロになったか。いい感じか。なんか歩いてるやつタップしたら普通に。なんかディルルンとかなったりとかするんですよね。あと大量発生とかもある。これはなんか誰かのビックリマークをタップしたら出てきたとかですね。あと雲晴らしたりとかしてましたね、この辺とか。かなりで、なんかドラゴンレイドみたいなのもあったな、まあ、とりあえずなんかやってみるか。この辺経験値の書、これいいですよ結構。であとディグル、あ、これね足りないんで、私はねダイヤで回復してるんですよ最初の2回はね。先ほども言いましたけど、これ50回復、これいいですよ本当に。ダイヤ150いるけど今のところですけどね、今後どうなってるか分かんないけど。あ、やばい、パーティー変えるの忘れてたわあ、よかった落としてくれた。ち
と運を上げてからやろうかなとか、あと探索とか、探索ポイントが上がるパーティーとか、そっちの方でやった方がいいと思いますよ。とメインストーリーとね、こっちのやつはねちょっと変えてるんですよね私。まあ、これは確定ドロップかな。親分金色ですよ。この金色いいですよ、ね、本当に。見分け方とかもありますからね、この金色のやつの。ちょっとお見せしますか。もう落としてくれたね。あ、これなんか黒だな。なんかシルバーとか落とした時もあったけど。ちょっとレベルが違うのかな。あんま落とさなかったな。あ、R の1だね。R の2とか落とす時あったんだけど。これはなんか運上げた方がいいのかな、その辺ちょっと分かってないけど。チームで、まあこの R っていうのすごくいいんですよね。じゃあ特訓か、レベルアップか。これ何人でやった方がいいんだろう。レベル1のやつでやった方が分かりやすいかな。あ、例えばこれか、 SR のレベル1のやつ。こんな感じに上がりますよ一気にこの17まで上がる。まあこれ銀だったらこんな感じで、銅だったらまあこれですね。あ、ちなみにこのイベントのやつでもらうやつもめちゃめちゃ上がるんですよね。まあ、これは使うか使わないから皆様に任せますけどね。これなんか取っておいた方が良さそうな感じもしますけどね。なんかこれが出たら金色の指南書結構ね私やってますよ。なんかディグルの時に出た時とか。これ図鑑って見て、このワールドっていうところがあるんですけど、見たらわかるんですけど、これ金色は下が星なんですよね。この尻尾のところか、この尻尾のところを見ればいいんですよ、影の時に。でこの銀色がなんか四角みたいな感じですね。であとこれ丸です。だから丸と四角はねもういいみたいな感じですね。であとこれが SR だと思うんですよ、こっちの。これはねなんかこっちと似てるんですけど、下があの本の厚さを見てください。さすがにこれとね、これだったらね、厚さでわかると思います。見たら。左上の方が厚いんですよね。厚くて四角だったらこの SR だから、もうこれをやるみたいな感じですね。だからこれあらかじめね、影を覚えとくっていうのも大事なんですよ。欲しいアイテムの影とか、なんかまだ持ってないやつとか、ね、どれが、あとこれもなんか見分けとかありますからね。なんかトゲトゲみたいなやつ、上がトゲトゲがあるかないかとかで。なんか見分けたりとか、ね、だからもうちょっとあらかじめねちょっとこういうのをねやっておくという感じですね。まあでも ここだけで見たらわかんないんだけどね。まだ持ってないやつとか、まあ、持ってるやつとかも影を覚えるんだよね。リチャードもこんな影とか、ここで見た方がいいか。でちょっとこの辺わかりづらいか、まあ、そんな感じですかね。でまあイベントのところ一応マップは全部開けておきましたね。なんかこういうなんか武器のやつとかも全部やって、まあ多分今後実装されるでしょう。いいのこクリアしとくか。これ35、わ強いな。まだやめとくか負けちゃう可能性もあるな。イベントの時にやるか。まだまだイベント期間長いんでね、私今2024年の7月の3日にね撮影をしております。でこのなんか船とか、これか、近海の近くってコインが出やすいから、コイン欲しいときはこの辺をやるとか。でこういうのは最初これ雲を晴らすこともできるから、なんかちょっとチーム変えるか。チーム本当は探索パーティーがいいんだと思うんだけどね。私ちょっとまだ分かってないから、運が上がったやつを使ってるワールドで穴掘るとき本当は賢さとかそういうのやった方がいいと思うんだけど、運とか。なんか賢さとかが上がってるとね、探索ポイントがたくさんもらえるみたいですよ。ちょっと雲を晴らします。であとコインもらえたらラッキーみたいな感じですね。レベルアップさせるためにはコインが必要ですからね。コインを取っていかないと。ネズミちゃん、この辺はすぐ倒せると思います。もっと最初の方だからね。さあこの3つの手がかりですよ。お、出てきた。これ
コインです。金塊の地図、大量のコインのありどころが分かった。これでなんかコインが入手できるみたいな感じですね。でこれが出てない時もあるんですよ。出てない時はまあ雲を晴らすみたいな感じで、なんかそんな感じでやってますね私は。なんか大丈夫、固まった。ただこれやってこれでスタミナまた使いますからね。最初はね普通にあの雲晴らした方がいいかもしれないけど、またここでディグることになると思うんですよ。だからコインが欲しい時についでになんかこれ雲、これが出なかった時は雲を晴らすみたいな保険みたいな感じでやるのいいかなみたいな感じでやってますね私は。だから他のところ優先で雲を開けてますよ。だからレアなやつが出たらまあそっちやって、レアなやつが出なかったらまあ雲を晴らすみたいな、まあ、ちょっと一生雲晴らせないかもしれないけど。でこれなんか踏んだところにコインが出てくるんですよね。オートだったら踏み忘れあるんじゃないかって不安になるんですけどね。光ってるところ踏むじゃないですか。ちょっと見てみますか。後ろ戻って。この辺とか大丈夫かな。ちょっと手動に戻して。なんかね、踏んでからね、発生するコインとかあるんですよ。大丈夫か。これもチェックしてやらないとね。OKOK。オートでも全部なんか隠れたコインを見つけてくれるみたいな感じなのかな。それならオート安心ですけどね。隠れたコインはちょっと見つけることができないとか、そういうのだったら、ちょっと自動はやめとった方がいいと思うけど。ちゃんとこうやって戻ってくれるからね、この切り株のためだけに。左下はあるかな？左下なかった。ちょっともう一回見るか。一応チェックね。大丈夫、発生してない。この辺なんかコイン出てきそうだけどね。ちゃんと取ってくる。おい、ほらほらほら。わかります？今。取らなかったよね。一個だけ。一コインでも大事よ。ちょっと小じきみたいだけど。この一コイン大事よ。ね、ちょっと取り忘れるときあるから、なんかコインのこのステージに関しては、ちょっと手動の方がいいと思うんだけどね、私。これこっちとか出てない？大丈夫？出てないか。この辺とかもちょっと見てから。うん、オッケーオッケー。ないね。これただ破るだけだから、宝箱だから。もう誰でも、オッケー。これコインのやつが手に入るのかな？オブジェクトみたいなやつ。お、シルバーだね。これ運がアップするんだったかな？こちら、コインの置物です。運82。これなんか、物によっては、変わるんですよね。大量のコイン、結構コイン手に入ったと思いますよ。右上のところ見てください。ただもうスタミナなくなってるでしょ。すごい早いからね。だからこういうのとかもなんかね、生き物が凶暴化したらしいで、この辺の雲を晴らす時とかでなんか出なかったら雲を晴らすみたいな感じですね。私はね、なんかこの柱みたいなやつとかやつどんどん開けたりとかしてますね。何があるんだろうっていうのは、どこ開ければいいかっていうのは分かってないけどね。とりあえずこの柱みたいなところ開けとくかみたいな、まあ、こっちとかここの柱とかも狙っていいな。ドラゴンとかもいる。この辺ちょっと捕まえてもいいな。こんな感じでディグってなんかいろいろ遊んでますね。ここ開けてみます。ここのやつとここにもいざという時のために置いてる星3とかで、上とかもこれ開けていくのかな。3の3とかあるな。まだまだめちゃめちゃありますからね。スタミナどんだけいるんだよみたいな感じだけど、右下にもなんかある、いろいろ。これはなんか行くことあるのかな。私はもう開けていくしかないのか。これはちょっと開けていく、頑張ってリグって。まあそんな感じですかね。じゃあちょっと雲晴らしたやつまだ見せてないから、雲晴らしたやつをお見せしますか。あと他の人がなんか紹介してくれたやつもちょっと見せたいんだけどね。びっくりマークのやつか。いつもこんな感じに遊んでますよみたいな感じです。まあ本来イベントの方優先させてます。今イベントも全部ね、なんかマップ開いてるから次のレイド待ちです。なんかこんな感じになってて。余裕でしょ。このパーティー強いですよ、結構。今のところですけど。
右2つはしょぼいので、これですね、未開の地。いいのが出たらこの右2つのやつやりますけど、こっちか。ちょっとずつね、こんな感じにやってます。おお、大量発生これやってみます。でもコモンなんだよな、これ。大量発生ね、レアとかだったらめちゃめちゃ嬉しいんだけど、これだからまあ今行かないようにしてるでちょっともったいないかなと思ってね。そんな感じですね。